i25 ドライバーはスコアメイクに必要な低スピン、正確なアラインメント、そして正しいシャフト選択をコンセプトに開発されたクラブです。複合素材とアジャスタブル機能はさらに進化を遂げ、さらには業界初となる2つの新デザインが加わりました。1つは特許申請済みのレーシングストライプです。2つ目は全てのシャフトを同一スイングウェイトに設計した新開発のシャフトです。まず i25 ドライバーには2つのタングステンウェイトが搭載されており、重心位置を低く保つことが可能となっております。この結果、より力強い弾道となり、スピン量を抑え、ランも最大限に出る設計となります。さらにタングステンの効果により、寛容性と MOI が向上し、フェアウェイキープ率が大幅に上がることでしょう。ヘッド形状はクラウン、頭側、そしてソール部分が空気抵抗を最も受けない形状へと進化しました。つまり最大ヘッドスピードとさらなる飛距離へとつながります。インパクト時のクラブフェースの動きの傾向を最新のハイスピードカメラおよび弾道測定器のトラックマンを使用して研究した結果、これまでにない新しいコンセプトのドライバーが誕生しました。それがクラウン部分の特許済みのレーシングストライプです。このレーシングストライプはターゲットに対してまっすぐ構えやすくて、テイクバックにおいても理想のパスに引くことが容易となり、体と足もまっすぐ構えられます。結果、まっすぐ構えてスイング軌道も安定することで、フェアウェイをキープする確率が大幅に上がることでしょう。 i25 ドライバーのパフォーマンスを最大に引き出すために、 PWR シャフト、つまりパフォーマンス、ウェイティング、レスポンシブネスという新しいシャフトラインが加わりました。 PWR55、65、75には9つのシャフトオプションがあり、シャフト別にフレックスや調子が異なりますが、全て同一のスイングウェイトです。これはシャフトフィッティングをする上でとても重要な要素となります。軽量シャフトは高弾道で右へのプッシュを抑える傾向にあり、重量が重ためのシャフトは低弾道で左への引っ掛けを防ぐ傾向があります。さらなる飛距離を求める方には、ロフトをプラスマイナス 0.5 度調整することで弾道を最適化することが可能です。ヘッドは 8.5 度、 9.5 度、 10.5 度をラインナップしています。弾道調整には独自開発の軽量ホーゼルが採用されており、空気抵抗を受けないだけではなく、使いやすさも抜群です。ターゲットに対してまっすぐ構えられる新アラインメントのレーシングストライプ、好みの弾道を生み出す新 PWR シャフト、そして強弾道と低スピンを生み出すタングステンが加わった i25 ドライバーは、飛距離が伸びるだけのクラブではなく、フェアウェイを正確に捉えるクラブです。